今流行りの ETC 世界の横浜から入ってきますよ。イエーイ。ETC って流行ってるんですか？流行り続けてるでしょ。確かに。いや違う、俺らが流行らせるんだよ。もうほとんど ETC 着用されてますよ。まだね、やっぱ普及しきってないんでね、まだ一般レーンがありますから。確かにね、我々だからこう ETC をね啓蒙していかないといけないわけですから。ってことで今日は今年初の TRM よー、2023初の TRM ってことで。懐かしい、この感じ懐かしいですね。ちょっと朝早すぎてね、口が回ってませんから、ね、確かに。だって今日俺4時45分起きだよ。俺もね、今日4時50分起きです。いや、さっきだって暗闇でしたからね。そう、夜かと思ったもん。はい、ちょっとあのジャイアントの腹痛のせいでね、時間がちょっと押しまして20分ぐらいセブンのトイレでこぼってたね。はい、気づいたら朝日が昇ってましたね。ということで今日はどちらまで？千葉幕張の方へ、あー、向かっていきたいと思います。メッセ幕張、あのパークゾゾですよ。うわー、パークゾゾ、エリアホンダですから。あらららららら、ってことで、はい、ゾゾパーク向かっていきます。向かっていく。2023年初の森ビルでございます。いや、朝日でね、すごいね、なんかエモビルになってる。エモビル。これは森ビルじゃなくて六本木ヒルズでいいんだよね。いや、これは森ビルですよ。あ、森ビルなの。これあのね、森ビルのねやり方があってね、出た。あの森ビルはね、この辺の土地をね、あの買い漁ってます。はい、カットしないで。バレた。キリンさんがいっぱいいる。たくさんキリンさんいるの。キリンだね、あれは。また何かね、立つんだね、あそこね。ね、本当ね、人間の欲望がね、やばいね、ビルを建ててますから、ね、都市集中がすごいね、加速してるね。すごい、本当ね、あのドーナツ型ですよね。やばいね、本当に。まんべんなく建てようよ。こうするからさ、土地が高くなるんじゃん。そうなんですよ。だからさ、あのさ、ニコタマのマダムたちがさ、私たちニコタマとか言うわけじゃん。ノースリーブでさ、ですぐ肌寒くなっちゃってさ。肌寒いじゃないのよ。レインボーブリッジ。うわ、封鎖しちゃう。いや、封鎖できません。ジャイアントでも封鎖できません。ジャイアントでも封鎖できません。橋壊しちゃいます。ゴジラや。ゴジラ対ジャイアント見たいかも、ね、あ、見たいね。モスラ、ゴジラ、ジャイアントの三つどもえ。俺もひたすらフレッシュってやるでしょ。そしたらゴジラにって撃たれるっていうね。燃やされると。燃やされるっていうね。モスラはどうやって攻撃してくんの、あいつは。リンプンじゃない？あ、リンプン。もう粉で。俺くしゃみ止まんなくて。うわ、でもてか綺麗。いや、綺麗よ。この朝日とさ、あとフジテレビとさ、あとジャイアントとさ、映えてるよね。映えてる。レイバンの CM 来ちゃうよ、これ。来ちゃう。来ちゃう。一回やっていい？じゃあ一言言ってお願いします。OK。朝は何もいらない。必要なのは、レイバン。後ろにロールスかな、あれ。あれ、ロールスさんいますね。無言の圧がすごいっすよ。あ、すごい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 。うわー。あれが映えてるって言ったね。そうだね。あ、なるほど、勉強になりました。あれが映えてる。あれが映えてるか。俺もコンバーチブルにならないといけないな。オープンマインド。やばい、一生逆光な、一生逆光。やばい、サンシャインがすごいこと。サンシャインジャイアントだ。やばい、サンシャインがインフレ起こしてるよ、これ。はい、会場到着です。会場到着しました。ゾゾです。2023初、リュウちゃん初です。おお、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。うわ、ついに桃のこと好きすぎてやっちゃってますね。やっちゃったから。あ、やばい、上もだ。頭の先から足元までなんですけども、ゆうちゃん何忙しかった最近。あ、そうだ、仕事と忙しくて、ね、北は北海道、南は沖縄まで本当に全国聞いたことあるな、それ。黒歴史ですか。なんかあります？ピーピーピーで。使えねえよ。モーニングフレッシュ。今日の試合前なんで、ビタパワー、ビタパワー行ってきます。これいいんですよ。あ、合法です。今日もキウイ味だ。イエーイイエーイってイエーイイエーイバイトス。アップ回収、やっちゃった。ボール、
よし、はい、じゃあ試合です、行ってきます。帰ってきたぜゲームが、行こう。アイスあるよ、アイスあるよ、交代。交代です。押せ。うわー、惜しい。いいよ、行ってこい、すべれ、富安選手。確かにコメント入ってたね。あ、横顔とか特に。富安選手いけるって。ああ、富安だ。そして俺もう一人見つけたんですよ。プレミアリーグの選手。チェルシーのチャロバ。チャロバ見てる。チャロバいた。チャロバいたんだよ。アーセナルとチェルシーでビッグロンドンダービー。お、本当だ。じゃあそこ試合決定で。待って、似てるわ。いや、めちゃめちゃチャロバーか。マジで似てる。俺ずーっとプレミア見てて、誰か似てんだよなと思って。チャロバーか。チャロバーだった。チャロバーだ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。試合結果についてはね、はい、あんまり触れないでいこうと思うんですけど。わかりました。はい、強かったね。強かったですね、うん。やっぱ大人のチームでしたね。うん、今日はね、やっぱあの朝起きると戦い、まずここで一勝しますから。一勝しますね。まあそういう意味ではまあ、一勝一敗というか。ああ、そうですね。はい。まあポジティブシンキング大事ですからね。はい、支援物資いただきました。支援物資いただきました。はい、こちら、の宝石ということで。なんだろう、サイカ。サイカですかね。サイカですかね。フルーツジェリーコレクション。かっこいい。なんか開けた方が絶対いいやつじゃない、これ。おしゃれなやつかな。もう過剰放送よ。過剰放送。1、2、3、4、5よ。いきますよ。オープン。オープン。過剰。もう分かった。うわ、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。宝石箱や。ガチでフルーツ入ってる。いい。プルーンでしょ。はい。あんずでしょ、うん、青梅にバナナという、おー、美味しくいただきたいと思います。はい、ランチですか。そうですね、ちょうど今11時40分ってことなんで、あのやはり我々グルメチャンネルですので、はい、はい、こちら2023年一発目のグルメ お楽しみください。はい、では、吹き飛ばし、はい、新谷よしみさん。おー、なんかテクいね。実はね、一回来たことあるんですよ。あるんだ。で、その時ちょっとサイン書かせていただいて。あ、本当に。サインかぶられてるかをちょっとこっそり検証したいと思います。濃厚エビそばです。店内 BGM が著作権かかるので切ります。特製鶏パイタンです。麺がちぎれるんで切ります。サインありました。はい、ごちそうさまでした。うまかった。めちゃめちゃうまかったっすね。サインしっかりありましたね。ありましたね、よかった、はい、語られてましたね、うん、ぜひね、あの海浜幕張というか、うん、あのあたり行った方はね、ぜひ行ってみてください。はい、はい、ということでですね、また来週 TRM があると。そうだ。
で来週がね、なんと御殿場、御殿場、時の住処に行くと、ちょっとまあ足柄で温泉でも入ろうかなって、ね、ちょっと思いながら、はい、来週もね、サッカー楽しんでやっていきたいと思います、はい、ということでチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。ではお届けしましょう。じゃあと、ハハハハ。